浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の協力でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、私マリドンこと岡本マリが中山間地域の女王を目指すべく、山里のいろいろな場所を訪れ、いろいろな魅力をお伝えしていきます。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さて今回は海の湖浜名ジェンヌとのコラボ企画第3弾ということで、今回も海の湖浜名ジェンヌの小川彩乃さんと一緒にこの北縁中山間地域をご紹介していこうと思います。マリドン今日もよろしくお願いします。今日私たちがやってきたのは佐久間、今は JR 飯田線の浦川駅の前にいるんですけれども、浦川歌舞伎しかこうちょっとピンとこないんですよ。いろいろいいとこあるんですよね。あるんですよ。あの浦川の街並みっていうのもすごく昔ながらのいい雰囲気ですし、あの佐久間毎年このぐらいの時期に新そば祭りというイベントをやっていて、おそばが食べられるんですけど、ここ2年ぐらいはあのコロナで中止にイベントがなっているんですよ。ですがあのこの浦川でおそばが食べられるところがあるので、まずはそちらに行ってみようかなと。今日はちょっとあのね、佐久丸と一緒に私ちょっと待って、誰が佐久丸、どこに佐久丸いるかなと思ったの、私のことです。そうそうそう、佐久丸と一緒に、そうですね、今あのコロナですからちょっとソーシャルディスタンス取ってるので、おいおいおいって行こうと思ったけどちょっと距離があった、もう風圧で嘘飛んでった。はい、それでもね、また今日もよろしくお願いします。まずは浜松地域遺産伝統的建造物が立ち並ぶ浦川に、昨年6月にオープンした手打ちそばがいただけるお店山城屋へ行ってみましょう。山城屋ももちろん築100年の古民家です。さあこちらが山城屋、一つのお家のような、本当にお家っていう感じで、でもすごいね、なかなかこういう梁のお家ってねえないけど、ここで今日おそばがいただける。そばはすぐそばにあります。わお。こんにちは。こんにちは。もうお客さん。完全予約制の山城屋。店内には先客が、天竜区観光協会の村瀬さんたちです。当時そばの話。はい。当時そばが村瀬さんから、これが人気だよ、おすすめだよっていうことを聞いて、今日は当時そばを注文したんですけど、また当時そばがどんなものなのかも、どんな字を書くのかも、全然わからないので、あのマリドンからいただいた、まあ、手書きの台本なんですけど、当時そばがひらがなで書いてあったのでちょっとなんだろうね。当時ってね、なんか冬の、なんていうの、冬に至る当時、ああ酒蔵にいる当時さんじゃなくて違うってきました。違う、お鍋なのかな、なんかこのコンロがあるし、当時そば用ですね。ここで土鍋で、あの汁をぐっと煮て、ザルみたいな変なので、そばを入れて。当時そばの謎は深まるばかり。ここで天竜区観光協会の皆さんが注文したざるそばが運ばれてきました。いただきます。そばいただきます。あ、本当においしい。当時そば、先ほどの皆さんのお話のヒントからすると、当時そば投げるお湯っていうのもあったし、何だろうでもお鍋があるんですよ。お待たせしました。はい、わー、おー、ざるそばみたいなおそばですよね。そうなんです、当時そばですね。当時そば、あ、当時そばね、はい、お説明してくださる方でしょうか。説明も何もあろう。何回本当にもうここにネギ入れてもらって、あ、すごいの、情報が渋滞しちゃった。これがお鍋で、このお鍋の中なんか結構具だくさん、まだこれ煮えたキノコ、キノコのいい香りがしてますね、この蓋を開けたら。投じってどういう字を書く、投げる、投げ入れる、そうです、具だくさんですよ。私なんかただお湯なのかなと思ったんですよ。でもこれね、お味噌じゃないのか、醤油、お味噌じゃないの、だし、だしの、なめこと、えのきと、ごぼうと、鶏肉、お
入れ油揚げと。それを入れると美味しいです。湯治そばってどこかのお蕎麦？そうです、あの長野の野麦峠のところ、あそこは年中やってる。そこへ食べに行ったら美味しかったので、でも2時間半もかかって食べに行くことないなと思って浜松でやろうかなって始めた。信州の味もね、ここでいただけるなんて。またここでは佐久間の味もプラス、はい、打つのも、あ、私がやって、運ばれてきた時にツヤツヤで美味しそうだなって思ったんですよね。地元の方も楽しみに来られるし、そうですね、うん、あ、町の人がよく、私の目的は町の人をこっちに呼びたいっていうのが思うので、うん、で、まあ、裏側を賑やかくしたいっていうのが目的なんですけど、うん、あ、なんかこれは、はい、もうそろそろいいですか？お鍋から湯気が出てきましたね。消していいですか？揚げてもらって。消していい？はい。え、これ熱いんじゃないかな？うん、そう、ちょっと。わー！わー！はい。お箸でこれ、あの、お蕎麦をこちらに入れて、で、こちらへ。あ、このカゴに？投げる。この中でこのままじゃなくて、ボンって？うん、違う。湯治そばの食べ方。竹で編んだ湯治カゴに適量の蕎麦を入れ、煮立った鍋のつゆで軽く湯がきます。その後、そばを具やつゆとともにお椀に移し、一味をかけていただきます。いただきます。うん、初めてですね、おそばをこうやってお鍋で食べる。うどんとかね、他の麺類だってありますけど、おそばって初めて。しかも入れてその場でだから、やっぱふやけないから、このおそばの食感っていうのから、この歯ごたえも楽しめますし、おいしい。あ、いい、楽しい。うん、山城屋は完全予約制です。お問い合わせは電話 053-967-2755 まで。よかったね、うん、こうやって鍋を囲んでる感じになるし楽しいですね。なんか初めて来た人たち同士でもなんか会話が弾むので、湯治そば美味しいよ、みんな食べに来てね。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。ここは佐久間ですよね。ここ佐久間ですね。続いては JR 飯田線浦河駅すぐ、ヘアサロン乗り元へ。赤と青の鮮やかなドアにポップな看板。店内はオールディーズな雰囲気。こちらはオールディーズが大好きな店主のいる床屋さん。もちろん店主の則本さんはリーゼント。ご主人と奥様もすごいかっこいいですね。あのお店もね、すごい入る前からインパクトのある感じで、赤と青の扉で中に入って、うわーって。で、今日私たちもここでやっていただき、ぜひ変身しまったね。マリちゃんは、はい、嫁さんがやってるんですね、はい、そうです。ピンナップヘアをさせていただきます。で、このスタイルにしてもらう。わー、かわいらしい。くるくると、それがピンナップスタイルっていう。で、こういう格好も、あ、ちょっと今日着てみます。切れるかな、切れるかっていうと、切れたら大丈夫ですよ、ゴムなんて。あ、やった。彩乃ちゃんはですね、リーゼントしてもらってボーイッシュな感じ。かっこいい。こんなに長くてできるんですか？こんな長く大丈夫です。大丈夫。はい、それもここですよ。ここでいいかね。ビシッとかっこよく。わー、すごく嬉しい。はい、はいはい、よろしくお願いします。さあ、早速私たち変身を、はい、今からしていきたいと。そうですね、どうなるんでしょうね。初めて彩乃さん、リゼント。もちろん。この長さでできるのか。うん、ね、確かに。ね、ちなみにその今されてる髪の毛ってほどくと長いんですか？僕短いですよ。短い。短い方がある程度自分でたあのこのフロントのポンパドールって言うんですけど、この部分もやりやすいですね。ピンナップかっていうのは、うん、ピンを使ってアップするっていう意味でピンナップなんですけど、オマード、オマードつけます。お、かっこよくなってる。なんか本当？すごい、あんなにこう首のくらいまでかかってた髪の毛が。今やってもらっているここがピンナップのポイントになる部分ですね。いかにこうフロントにこうボリュームを持たせるかっていうのがポイントなんですよね。その
1950年代の時代にそういう髪の毛をくるくるしたりとか巻き髪憧れます。ついに完成、綾乃さんのリーゼント、私のピンアップヘア、いかがですか？このね、素敵に変身できましたので、うん、せっかくですから森本さんたちに教えていただいて、やっちゃう、やってみようかなって。やっちゃいますか。ねえ、ちょっとテンション上がってきますよね。手上げです。はい。ということで、オールビーズダンスも教えていただきました。すごく楽しかった。なんか、この音楽といい、この服装といい、本当1950年代にタイムスリップしたかの感じじゃない。かっこかわいい。うん。これから機会があったら、どんどん私こういう服着てきたいな。森本さんよろしくお願いいたします。これからもお願いします。お願いします。ぜひ皆さんもね、ね、気持ちがいいのでやってください。うん、ヘアサロン森本でオールディーズ、カット、ひげ剃り、シャンプー、リーゼントで4000円、ピンナップヘアセットは2750円です。ヘアサロン森本の情報はブログ、フェイスブックなど各種 SNS をご覧ください。こういう髪型とか踊りとかしたいっていう方はぜひまた来ていただけたら、はい、お待ちしております。こんな感じになるんです ね、 お待ちしてます。最後どんなポーズがありますか。そうです、みんなでこう言いますか。来てね、聞いてね、はい、聞いてね、来てね。ということで今回は佐久間浦川を綾乃さんと一緒に、はい、楽しみました。楽しかった。こんなことってありますか。うん、ここって浦川、浦川、美味しいもの食べられるし変身もできるし、そう、最高ですよマリドンね。なんていうんでしょう、観光スポットっていうところもあると思うんですけども、そういったところじゃなくてもうたくさん楽しめるところはありますので、ね、うん、あのそれぞれ皆さんね、ここに楽しみ方を見つけて、うん、自然の中で楽しむのもいいですので、はい、ぜひね、うん、もっともっと楽しんでいただきたいと思います。また次も何かできたらいいなと思っていますので、第4弾も期待しております。はい、また皆さんも楽しみにしていてください。ということで今回はこの辺で、それではさようなら。なんかポーズあったわ。そうだ、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。はがきまたは E メールでウィンディーまでお寄せください。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区さなる台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。そしてこの番組はウィンディーの YouTube チャンネルでもご覧いただくことができます。ぜひご覧ください。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の協力でお届けしました。